はい、にがみ塾にがみです。よろしくお願いします。今日はいう第5章なんですけども、第5章で始める前にまず今日こんなお話から入ります。でまずはですね、英文法とあと和訳の連動っていうのを話したんですけども、もし英文法でそれ何かなってよくわかんないなというふうに思ったら一旦和訳に振っちゃってください。これ自転車の両輪みたいなもんなんですね。これ2つが揃って走り出すとこんな感じです。なので和訳へ一旦振っちゃうと英文法がわかる、英文法がわかんないけど和訳に一旦振っちゃうと、ね、そういうような形でなんかお互いに助け合ってるってそういうような感じなんですね。でこのお話から入ろうかなと思います。例えば SVO なんですけども、 S は V する O をって第三文型ってやつなんですけど、これ和訳としてはこういうふうな形ではまるんですね。基本的にはちょっと例外があるんですけども、でこの時に S は V する O ってはまったら、あ、第三文型だなって、 S は V する O ってはまったらじゃあ第三文型だって、そんな感じで考えちゃってください。でこの時にちょっと違う書き方しますね。 SVO ってあるんですけど、これ上と下とあるとなんかこう上の方で歩道橋、下の方がなんか地下歩道とかそんな感じで覚えてください。で下の方なんですけども、 S は V する O をとこういうのはまります。あと上の方がですね、 S と O とは not イコールだよとこんな感じで、で第三文型ってこうむちゃむちゃに使います。二文型と三文型ってむちゃむちゃに使うやつなん で5つあって、こう SV、SVC、SVO、SVOO、SVOC ってあるんですけど、この第二文型と第三文型ってのは英語ではむちゃむちゃ使うんで、特にこの第三文型、何 S は V する OO っていうふうにはまったときには、和訳ではまったときには、第三文型だなんて考えちゃってください。で、あとは、イコールじゃないよときには、第三文型っていうふうな話ですね。はい。では、いよいよ第5章に入りましょう。よろしくお願いします。はい、では第5章です。第5章なんですけど、2のマップっていうのはマップなんですね。結構巨大マップで、第5章の2のマップと、あと第6章の、IMG のマップって、これね、2大巨大マップなんです。で、これが分かると英語結構分かりやすいので、まずいきますね。第5章の2のマップって言うんですけど、2が来た時には2パターンあります。まず1個は前置ですね。前置だったら後ろから名詞2つ合わせて、前置式、2つ用法、形容詞的用法と副詞的用法ってことです。で、この形容詞的用法と副詞的用法、それぞれね、形容詞は名詞にかかる、あとは副詞は名詞以外にかかるって形なんですね。で、この形容詞と副詞ってこれ第2章でやったやつですよね。あと、この塊が第3章って形。なので、マップっていうのはなんかこう入れ子状になってるん で、全部で全8章まであるんですけど、分からなかったら前の章に戻る、前の章に戻るっていうふうにやると、こう入れ子状、なんかマトリョーシカみたいになってるんで、そんな感じでしといてください。では、この形、第3章、これ第2章。で、これ第3章って形なんですけど、下に増やして不定詞という形です。で、トゥーが来て、もしそれが後ろ名詞だったらね、これ前置詞だって判断なんですけど、ただ後ろに動詞の原型が来てるぞって、それね、不定詞って言うんです。で、不定詞って言うんですけど、この真ん中部分、こう、トントントンってあるんですけど、この真ん中部分のところにこれ名詞ぶっ込んでおいてください。で、形容詞、副詞っていうのがそのままスライド、キュッと来て、名、形、副ってこういう風な形ですね。で、英語っていうのは、で文法の時になんかこう3つ来た、なんか3つなんか用法があるぞって言ったら、ほとんどこれ、名、形、副って感じです。伸び、ジャイアン、スネ夫と、そんな感じなんです。で、いつもの3人の形ですね。はい。では、できますね。ここのところで、名って来たんですけど、で、前回、第4章のところでやった通り、名って来たらこれ3つ、名詞が来たら即って、こういうふうな形になるんです。で、それぞれ例文を見ていこうかなと思うんですけども、名詞が来て即ってなるんですけど、こんなのどうでしょうか。はい、できました。To walk is good. 歩くのはいいよねって、そんな感じ。でね、例えば、中間テスト、期末テストとか、なんか、そんな感じの割となんかこう、定期試験で出すような感じですけど、これで、河川アートしましょうか。で、これ何指摘用法かって聞かれたときに、どうしようかなと思っちゃうんですけど、でも、英文法、文法と、あと和訳っていうのは、これ連動するんです。なので、これ見たときに、訳しましょう。To walk。歩くことってあります。歩くことってなったら、それ明示的という判断しちゃってください。こういうこと。もし和訳でね、何々ということってなったら、それ文法的にはそれ名詞ということです。で、これね、山作っちゃいますね。こんな感じで。で今、名詞的用法って言ったんですけど、何々ということっていうふうに訳せたら、それ名詞的用法っていうふうに判断しちゃってくださいね。はい。では、さらにね、違う感じもいきますね。今度は、歩くことはいいよね、なんて、そんな感じで、歩くことはってなりました。今後、和訳の時に、何々はってなったら、それね、S だって判断してください。主語なんです。何々わってなったら、それもう S だっていうこと。で、第4章の時に、その SVOC、白赤白、白と青という話をしたんですけども、何々わってなったら、それ S ですよね。で、知識がね、バーンって突き抜けちゃう感じ。で、ここのとこ S って言ったら、これ、色、白ですよね。白なので、あ、明示的用法だなって判断。つまり、何かを訳した時に、何々わってなった。そしたら、それ、ね、S だよねってこと。S ってことは、色で言うと、白っていうのことですよね。白なので、明示的だなって判断。なので、こっち側の方、S だからってこと。S だったらもうそれ名詞的だよって判断しちゃって OK です。
では次にこんな文章どうでしょうか。 I like to walk、 歩くの好きなんだ、そんな感じで、私はっつってね、私はもちろん S ですよね、で子供んだよってそういうことですよね。で何をだいっつって歩くことをおーっていう感じ、おーってなったらこれね、おーなんですよね。でこれ下線 E としましょうか。で下線 E ってなって、これ何指摘用法かって考えるときにぜひね訳してみてください。でね、今日ねこれ繰り返しになっちゃうんですけど、英文法でこれ分かんないなと思ったら一旦和訳で振っちゃうと、そのうちその和訳とかその英文法とか考えなくてもスラスラとこう自然に出てくるようになるんですけど、まずは練習感覚 で文法分かんなきゃ和訳に振っちゃう、和訳が分かると文法が分かるよと、こういうような感じです。で先ほどからお伝えしている通り、これ訳したときに私は好むんだよ、歩くことってなります。ことなので、あ、じゃあこれ名詞的用法じゃん、下線名詞的用法じゃんってことがこれ正解です。で、あともう一個なんですけど、訳したときに何々をってなったらそれをです。で、私は好むよ、何をって歩くことをってなりました。をってなったんで、じゃあおだよって判断で、第4章でやった S部 OC の白赤白白と青ってこれありますよね。で、これで言うと何々おってなったで、おだよって話、O なんで、これ色白なんです。で白なんで、バーンこう知識突き抜けちゃって、これ名詞的だよねっていう、そういうような判断で OK です。なので、これね、こう下線 E ってあって、これ何指摘って聞かれたら、これ名詞的用法って自信持って答えちゃってください。なぜって言われたら、2つ、山の登り方、これ名詞の山ってのがあるんですけど、登り方、何々ことになりますから。で、あともう1個が、O だからって、これで OK。なぜかって、何々 O ってなったと、O だって。第4章でやった通り、白赤白白と青、青っていうのは白しか入れないんで、名詞的用法だよねっていう判、っていうのは判断です。はい、では次のお話です。My hobby is to walk。 俺の趣味は歩くことなんだよねって、そんな感じ。でその時に、俺の趣味はって、何々、わーってなるんで、じゃあこれ S じゃんっていう話なんですけど、じゃあ V じゃんってなって、これイコールじゃんって感じ。で、SV でここイコールになるからって、これ SVC ってやつですよね。二分形と三分形の違いなんですって。ちなみになんですけど、SVC、これ第二分形、SVO ってここあって、二分形と三分形ってありますよね。それ違い何か、特徴何かって言ったら、S と C はイコールだよってお話。で、S と O ってのは not イコールだよって、これだけでしたよね。はい。で、それ踏まえて言うと、これ my hobby is to walk、これ SVC ですよね。俺の趣味イコール歩くことですから。で、今度がね、ここのところが下線うみたいな形で、これ下線うってなって、これ何してきたいって話。そしたらなんか文法的なのよくわからんわって思ったら和訳に振っちゃってください。これ自転車ですから、こんな感じで訳した時に俺の趣味は歩くことってなりますよね。ことってなった、じゃあこれ名詞的用法だよってことです。さっきのこの山で言うと何々ということってなった、じゃあこれ名詞的用法なんだって自信持って答えちゃって答えちゃってください。じゃあね、さっきねこれ S だからとかね、 O だからとかあったけど、これ C だからってどんなのなんつって、でこれ C だから名詞的用法って言えるのかって、これ言えないんです。でこれなぜかって言ったら、第4章のところでやった通り、これ SVOC で白赤白白と青ってありますよね。で白と青ってあるんですけど、これ白名詞でしょ、で青形容詞でしょ、でもしこれ C だからって言っちゃうと、じゃあ形容詞的用法でもいいじゃんなんて言われちゃいますんで、これはなしだよって、こういうふうな形なんですね。はい、でこれね、名詞的用法で全部特徴何かっていうと、これね、ことってなるんですね。こっちのこっち側のやつですよね。で、今お話したのが、これ SOC だったんです。これ実はね、これ1周目なんです。もう1周あるんです。2周目ってあるんですね。この2周目っていうのは今から一緒に見ていきましょう。はい、では2周目入ります。2周目の S なんですけど、 To kick a ball is good、 ボールバーン蹴るっつってね、そのボール蹴るのはいいよっつって、なんかよくわかんないですけど、なんかいいんじゃないないかなってことで、まあそんなこんな例文です。 To kick a ball で、ここのところで、ここのところ例えばね、下線 I なんて言って、これなんだいって言うんですけど、でこれ文法的に何かってこれ考えるときに、これ和訳に振っちゃうって話ですよね。自転車の両輪だってところで、でボールを蹴ることってなった、ことってなった、じゃあこれ名詞的用法じゃんってことですよね。こっち側のやつ、ことってなった、これ名詞的用法だよってやつなので、ここ下線 I ってこれ名詞的用法って言えちゃいます。で、あともう一個で訳したときに、ボールを蹴ることわーってなりますんで、じゃあ S じゃんってことですよね。で、まあ、あのここのところで何々わーってなったらこれ S ですから、まあ、こういうことですよね。それでこれ S ってなったって言うんですけど、こうですよね。で第4章の白赤と白と青でしょ。で S だから何々わーってなったら、じゃあ S だよって、じゃあ S なら色白だよって、じゃあ知識はまたバーン突き抜けて、こういう形でこれ名詞的用法、この塊下線あ、これ名詞的用法だよって判断しちゃって OK です。ただあのちょっと見てほしいのが、これ今2週目っていうふうなお話をしたんですけど、あの第1週目の違いが何かをね、それをちょっと考えたいんです。第1週目だと例文がね、こんな感じで To walk is good、 こういうような感じですよね。でこれね、今やった第2週ってこうでしょ。 To kick a ball is good。で、この時に違いが何かっていうと、こういう風になってて、さっきこれ S じゃんって、これも S じゃんって、こういう形。で、こっち1周目だったでしょ？こっち2周目のやつ。で、それ何かっていうとさ、これ何かっていうと、
このとこ後ろ何もついてないよって、これ後ろなんかついてるよと、こういう風な感じなんです。これ違い何かって、これ実はね、ここの見てほしいのが、ここのとこ前車だったら後ろ名刺きますよね。でも不定車だったら後ろね、動詞の原型来るんですよ。ね、動詞の原型なんで、これ二股分かれちゃうんです。で、これ第一章でやった通り、V のマップが出てくるんですね。V が出てきたら必ず VI か VT プラス O と、こういうような感じ。これ関数分かれちゃうと、これがゲームのルールなんです。なので、ウォークでしょ？ウォークってね、これね、もともと VI なんですよね。で、VI で後ろ何もつかなくて OK。で、これキックの方が、VT で後ろプラス O と、こういうような形。なので、これでワンセットでっかくボーン取っちゃうっつってね。こっちの方だと、ほら、後ろ何もつかなくて小さくでしょ？これで1周目。これ1周目のやつ。1周目って VI のこと。2周目って VT のやつなんです。で、VT プラス O と、こういうような形。で、VT バージョンが、今からお伝えするのが、これ全部 VT バージョンという話ですね。はい。では、2周目の話、これ続けていきますね。こんな感じです。では、これを文法解析していきましょう。で、これですね、私はっていう話で、何がわってなのか、まあ、S かなって形。で、S だと次 V 来ますよね。次に、ボールを蹴ることをおーってなるんで、でおーってなるから、じゃあ、おーだって話。で、繰り返したんですけど、文法が分かんなきゃ、一旦和訳に振っちゃうって、こういうことですね。で、慣れてくるとこれやらなくて大丈夫なんですけど、で、こう、おーって、おーってなるって。で、これ、この塊何かって話。で、これ、下線 E としましょうか。で、下線 E なんですけど、この E が、訳したときにボールを蹴ることってなるんで、あ、名詞的用法だなって判断になります。あ、で、あともう一個が、これ全体としてはね、ボールを蹴ることをおーってなるんで、おーだよって話。さっきのね、白赤白白と青で言うと、おーだからこれ白。白なので名詞的用法だよねって、おーだからそういうふうな判断になりますよね。で、もうちょっとなるんですけど、さっきのこれ1周目、2周目みたいな話。1周目、2周目何の話かって言ったら、1周目だと VI のバージョン、あと2周目で VT のバージョンって話なんですけど、ここのところで、キックってのはもともと VT なんです。蹴るよって、何よって聞きたくなっちゃう。後ろに O がついて、ボール O ってなりますもんね。ここのところでワンセットって形。私は、ボールを蹴ること、O っていうふうな形。O になったらやっぱりね、O になっちゃうっていうところなんで、今度ね、和訳でね、何々 O ってなったらこれ O っていうの、そういうふうな判断って考えてください。はい。これ2周目でした。2周目の1周目、2周目、2周目の SOC のうち O ですよっていうふうなお話です。では C に入りましょう。はい。では、不定詞の、名詞的用法 SOC ですね。1周目、2周目って話しましたけど、その1周目って VI のバージョン、2周目って VT プラス O のバージョン。で、今回のケースだと、私の趣味は、ね、ボールを蹴ることってこんな感じ。私の趣味はってなるんで、まあこれ S だなって感じ。で、S が来たら連鎖反応、次 V 来ますよね。で、これイコールになりますよね。で、第二文型で話したんで、私の趣味イコールボールを蹴ることってこんな感じ。で、ここのところで、下線うとかにしましょうか。こんな感じ。で、これ何指摘用法題聞かれたって。で、何だか分かんないな、文法分かんないよって、そしたら和訳インターン振っちゃってください。で、そのうちこんなこと考えなくてもね、こう分かるようになっちゃうんですけど、ここのところで、ことってきました。ことってきたら、それね、名指摘用法って判断しちゃってください。ことってきたら名指摘用法っていう判断。だから、ここ、下線うでね、私の趣味は、イコールボールを蹴ることってなったら、あれ名指摘用法だってやってて大丈夫です。で、あともう一個、これ SVC でしょ。イコールだと SVC、二分形ってことなんで、で、C で、なんかさっき、なんか S だからとか O だからあったけど、C だからってもうやりたいよって言うんですけど、これ C だからとかできないですね。それなんでかっていうと、それはこの、名詞だとか根拠にならないんですけど、それなぜかっていうと、第4章でやった白赤白白と青なんです。C の部分って名詞とね、白と青でしょ。で、名詞と形容詞って2つあるんですけど、もし C だから OK というふうにやっちゃうと、もしこれじゃあ形容詞的用法じゃんって言われると、これ反論できなくなっちゃうんで、C だから、ほにゃほにゃ名詞的とかね、形容詞で、それは決められないんです。そうすると山のこう蓋があるんですけど、こっち側の方封鎖。なので、こっち側の方のこと、それだけで判断してみてください。はい。では、そんな感じで、第5章、2のマップ、これ結構巨大マップなんで、ちょっといくつかに分けていこうと思うんですけど、今日は、ここね、2で、不定詞、で、V、動詞の原型、後ろ、来る、あと名詞、で、ソックに分かれちゃうよってお話でした。で、まとめなんですけど、名詞的用法ってことは、これ訳したときに、ことというふうになります。で、あともう一個、SOC、ソックを組みますよね。ただし、ソックを組むんですけど、この動詞のところで、VI、VT、プラス O で2つ、2パターン分かれるんで、1周目、2周目って話しました。で、例文としては、to walk と to kick a ball。で、こっちの to kick a ball、後ろもなんかついてるよ。いいのかいって、これ OK なんです。なんでかって言ったら、キックのところはね、もともと VT なんで、後ろに O がついちゃうと、そういう形なんです。はい。これが名詞的用法というふうなお話でした。で、長文の中に突然パンとこう出てきちゃうんですけど、これ知ってると、こういろいろこう捌けたりするんで、ぜひこう知っておいてください。はい。では次回以降、形容詞的用法と副詞的用法に行きましょう。あ、ちなみに、トゥー不定詞のこの名詞的用法なんですけども、これ第6章でもう一個ね、双子のマップがあるんですけど、同名詞ってことそっくりなんで、ぜひ、復習の方しておいてください。よろしくお願いします。では今日はここまでです。ありがとうございます。失礼します。